ようやく手に入って、やっと手に入った。これ超人気なんだね。これグリーンのワンピの実、ゲームとのコラボなんだよね。オデッセイ、ワンピースオデッセイとのコラボなんで。これだな、これ。これゲームのキャラで、名前がね、アディオ、アディオ、アディオっていう、言うのかな？アディオっていうキャラで、まだね、俺ゲームやってないから、全然知らないんだよね。ゲームやってから、まあ、どうせね、発売日に手に入んなかったから、ゲームやってから開封しようかなと思ったんだけどさ、まだゲームできてないんだよね。もうやる時間全くなくて。おー！でもなんか強そうな、カルガラっぽくない？ちょっとカルガラっぽいキャラだよな。能力者なんかな？まだね、一切調べてないんでね、ゲームやるときにさ、ネタバレになるかなと思って。まあでも、ある程度内容知ってやっててもいいかもしれないよな。どうしようかな。調べる？今。能力者かどうかとかもなんか気になるよね。でもせっかくのゲームのキャラだからさ、新しい身の能力者っていうパティもあるかもしれないね。これタトゥー、すごいタトゥー入ってね、めっちゃかっこいいじゃん。タトゥーめっちゃ入ってて、両腕に。でもなんかカルガラっぽいよな。髪の色違うけど。まあ、髪型が似てるだけか。これがね、アディオってやつなんでね。アディオ。ちょっとイントネーションわかんないけど、アディオか、アディオか、わかんないけど、ワンピの実のこのコラボなんね。オデッセイ。早くやりてえなー。あとね、リムとヒデリーペンギンっていう。あと、ルフィもいてさ、ルフィなんか持ってんだよね、グリーンの。こっちに書いて、これはいつも通りだよね。クリアダイザ使ってこういう風にも飾れるし、このワンピの実のステージを使ってこういう風にも飾れるし、ワンピの実がね、グリーンの実だから、今回なんか、毒々しい感じの実じゃない？一応いつもやってるけど、実にしてみる。一応こういう風にね、下はね、ぶっちゃけ取った方がいいんだけど、置くときにこう、コロ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 転がっちゃうから。でもまあ今つけるとし、あ、こっち下のね、こっちが下ね、こっちにね、実のね、ヘタをね、つけると、悪魔の実。おー、グリーンだなー。グリーンの悪魔の実。食いてえなー。悪魔の実、マジ食いたいね。でもさ、本物もっとでかいよな。もっと、ボリューミーな感じだよね。こんなにちっちゃくない。もうなんかリンゴサイズだもんな。リンゴサイズ。こう持つのが潰したくなるようなリンゴサイズ。握力が荒ぶってくるよな。で、このクリアダイザーね。ワンピの実って書いてある、このクリアダイザーに、最終セッティングしようかな。棒があるんだよね、この棒。支え棒っつうのかな。この棒を、どっちだろうな。高い方かな。多分、こっちで合って、低い方かもしれないけど。あ、低い方だね。低い方で合ってる。こっちに刺して、こういうふうに。あ、じゃあ、上、あ、いいのか。いいかな。あ、上だわ、やっぱ。これ、上だね。こっちの方がいいわ。この上の方に刺して、で、こう刺せばちょうどよくなるんじゃないかな。OK、おー、できたー。でもなんか能力者っぽいな、やっぱ敵なんかな。ラスボス、でもラスボスこんな出る？ゲームのラスボス思いっきり。オデッセイ。オデッセイのラスボス。どういうキャラなんだろうな。ちょっと調べてみていい？ちょっと今ちょっと調べてくるから、ネタバレ嫌な人はここで動画ストップね。ちょっとこれやっぱある程度情報欲しいね、このキャラの。おおほほほほほほほ。ああ、すげえ。言うよ、言うよ、言うよ。能力者だったわ。コテコテの実だって。パラミシア系、カッコ推定、カッコ閉じって書いてある。なんかね、巨大な手を操ることができる。人間以外のあらゆる物質をつかむことができるんだって。何でも操縦できるっていう。え、どういうの？コテコテ？なんでコテコテなんだ？コントロール？コテ？巨大な手を操るコテコテの実の能力者で、非生物であれば何でも握ることができる。だって。だから、雷などを握って、避けたりもできるっていう、避けたりもできる。また、あらゆるものを操縦することもできるっていう、コテコテの実だって。強えんかな？なんかそんな強く感じない気が。あ、でも、雷掴めるってすごいかもね。非生物だったら何でも握ることができるね。だから空気とかも多分握れるのかな？空気を握って空気弾みたいにぶつけたりもできるのかな？非生物だもん。非生物であれば掴めるから、生き物は掴めないか。おー、能力者だったわ、やっぱ！やはりな。はー、で、アディオスエルテって名前だって。アディオスエルテ。アディオスエルテっていうのが本名。いや、めちゃめちゃゲーム楽しみになってきたわ。え、余計やりたくなった。 コテコテの実。ねえ、見たいよな、ゲームで。すげえ。
漫画にも出てこないから、めちゃめちゃかっこいい。コテコテの実、余計やりたい。やっぱ情報ある程度知った方がいいかもね。余計やりたかったゲーム、早く時間作ってやんなきゃ。で、次がリムっていう名前のね、女の子のキャラなんでね、これもゲームのさ、まあオデッセイ、今回あのゲームのキャラとのコラボだからさ、ゲームのキャラたくさん出てて、ルフィもね、なんかこうグリーンのキューブみたいなの持ってて、あれ何なんだろうな。なんか後でちょっと調べてみるわ。ちょ、おー、リム、ひょうたんみたいなの持ってんね。あれかな、金閣銀閣、あの吸い込まれるさ、ひょうたんみたいな感じの、なんか吸い込むんかな。能力者っぽくない？なんかこの子も能力者っぽいな、リム。どうだろう、ちょっと調べてみる。ちょっと調べてみるか。そういうことなんか。あの言うよ、今からちょっとネタバレするよ。嫌な人は止めてね。あのねこのゲームの世界にキューブっていうのがあるんだって。多分ワンピの実のさ、このルフィも持ってると思う。グリーンのなんかキューブ、四角、あの立方体のやつ持ってんだよね。そのキューブを扱うことができて、相手の力をキューブに封じられるんだって。ほう、そういうことか。で、その能力は悪魔の実の能力なのか、その、は分からないらしい、まだ。ゲームをやってみてからのお楽しみということですら。うわぁ、めっちゃ楽しみだね、これゲーム。めちゃくちゃ面白いわ、絶対に。もうこの時点でワクワクするもんね。力を封じるって悪魔の実の力を封じるのかな。だ、エネルだったらゴムじゃねえや、ゴロゴロの実を使えなくなるのかな。ルフィだったらゴムゴムの力を使えなくなるわけかな。まあ、ゴムゴムって言うけど、あれもゴムゴムじゃねえもんな、もうな。そういうことか。悪魔の実の能力じゃなかったら何の能力なんだろうね。まあ、そのゲームの世界観、なんかキューブっていうのがあるらしいから。ルフィ見てみる、ルフィ。ルフィが、そのキューブみたいの持ってるんだよね。そのキューブを集めて、なんかやんのかな、ゲームは。ちょっとでもある程度やっぱ調べた方がいいね。何のゼロ、情報ゼロの状態でやりたいからさ、プロモとかも見てないんだよね。全く見てないから、ゼロの状態で、やろうと。おお、これがキューブだよね。絶対角砂糖みたいなやつ、グリーンの。このキューブを扱うことができるんだ、リームは。で、この中に、相手の力を封じ込めることができると。わ、ルフィ、つうか、ルフィめっちゃかっこよくない？なんか。おお、ルフィ！クオリティ高いわ、ルフィ、これ。すげえかっこいい。キューブ持ってるのがいいね。ゲームオリジナルのでしょ、これ。うわぁ、オデッセイ楽しみだなぁ。ちょっと4月までは絶対ちょっと時間作ってやりたいんだよね。めちゃめちゃ楽しみ。お前すげえ楽しみだな。どれぐらいでクリアできるかな ?3日ぐらいでガチればいけるかな ?3日休んで、やり込んで、一気にクリアできるかな。早くやりたいね。なんかすごい楽しみになったわ。やっぱ今日開けてよかったな。ゲームやってから開けたらまた先になってたと思うし、ちょっと先に見れてよかった、フィギュアを。おー、いや、ルフィの武器すげえいいね。ルフィ。めちゃめちゃかっこいいじゃん。これ第2弾出るかな？オデッセイコラボ第2弾ね。欲しいね。これめちゃめちゃクオリティ、ルフィのクオリティが今のところ最高に良かった。キューブ持っててね、こうニッて笑ってる。ルフィっぽいなんか、ちょっといいね、ワンパクっていうか。こういう表情いいよね。ルフィに合っていいよね。よしよし。で、そうそう。次がね、俺これ、この子もめちゃめちゃ楽しみで、ペンギンなる。ヒデリーペンギンっていうペンギンでさ、あれかな、クンフージュゴンみたいにさ、ルフィに弟子入りとかすんのかな。クンフージュゴンとかもさ、ワンピの目で出ねえから、めちゃめちゃ欲しくない？クンフージュゴンたくさん集めてさ、これヒデリーペンギン、こいつ可愛くない？こいつ、めちゃめちゃ可愛い、ヒデリーペンギン。表情がいいね、表情が。ヒデリーペンギンさんの、見て、これ表情。かわいい。ベロベロンって出してるの、すごいいいね。ワンピに出てくる、これ動物系のキャラかわいいよね。だからこういうキャラもどんどんさ、ワンピの目に出してほしいね。コラボのワンピの目もすげえよかった。特にルフィのクオリティマジ高い。かっこいいね、このルフィ。全体的に、服の芝とかさ、なんか全体的にかっこよくない？麦わら帽子。背中にあってね、こう。風のなびきを感じる、この髪の毛のさ、この揺れ具合もいいし、なびき具合もいいし、すげえよかったわ。
今回のコラボのオデッセイコラボ、ゲームコラボのね、ワンピの実、ぜひ4種。ちょ、4種少ないけどね。あとはゲームするのみですな。めっちゃ、いや、余計楽しいんだったわ。キューブとかって何なのかちょっとよくわかんないけど、多分、このゲームの中ではかなり重要な役割を果たすんじゃねえかな。あのキューブ、あのグリーンのね、ルビーが持ってる。ま、他にも色あるかもしんないけど、あのグリーンのキューブを持ってる。で、それを操るリムと。リムとさ、この、アディオスエリテだっけの関係は何なの？なんか信頼してるって書いてあったような気がするんだけど、仲間なんかな？いや、どういうあれかわかんないけど、まあ、それもね、ゲームをやって、おいおいね、分かってくると思うから、ゲームをやってからのお楽しみということで、めっちゃ良かったから、みんなもぜひね、なかなか手に入んなくて、俺すごい探してたんだよね。やっと手に入ったわ、オデッセイの。やっぱ超人気だったんだろうな。やっと手に入った。そうだ、最後にさ、せっかくだから全部ワンピの実のステージにさ、ね、いつもと同じくステージにセッティングして終わりにしようかな。やはり、こっちの方がいいな。うん。クリア、ダイザーもいいけど、ワンピの実のステージの方がやっぱワンピの実って感じがして、いいね。特にやっぱね、全部見てみたんだけど、改めて、ルビーすげえいいわ。めっちゃかっこいいわ、ルビー。今回なんかすごい最高の出来じゃない、このルビー。めちゃめちゃかっこいい。表情もいいし。あとさ、キューブがグリーンだからさ、あれなんかな。カプセルも悪魔の実もグリーンなんかな。グリーンで合わせてんのかな。グリーングリーンで。なんか綺麗だよね、グリーンのカプセルね。いやー、すげーよかった。オデッセイコラボ、ゲームコラボのワンピの実。ゲットできてよかったわ、マジで。ということで、今回は、ワンピースオデッセイのこのゲームのね、1月の12発売だからな。もう1ヶ月以上経ってるから早くやらねえだな、これ。でもゲームプレイする前にゲットするのいいわ、なんか、ワクワクしてきたもんね。あれ、どういうキャラなんだと。いや、早くゲーム、プレイしなければならなかった。もうだめ、もう早くやらんとな。もう来週あたりから始めたいわ。なんとか時間作って。みんなもぜひ、ゲットしてみて。めちゃめちゃ、特にルビーがかっこいい、ほんとに。ルビー。ルビーが一番良かったわ。キューブ持ってね、ポーズ取ってルビーがすげえかっこよかったから。これ一番おすすめかな。今回ゲームのせっかくオリジナルキャラいるのにね。ゲームのオリジナルキャラ出てんのにせっかくゲームコラボで。ルビーが一番かっこいいっつうな。すげえ最高の出来だった、このルビーマジ。